マリオシリーズスーパーマリオギャラクシー2、スーパーマリオギャラクシー2は、任天堂開発、2010年5月27日に発売された Wii 専用ゲームソフト。任天堂64のスーパーマリオ64、任天堂ゲームキューブのスーパーマリオサンシャイン、任天堂 DS のスーパーマリオ 64DS、そして前作の Wii のスーパーマリオギャラクシーに続く Wii の 3D マリオシリーズ第2弾で、同一ハードで 3D マリオが2作品発売されるのは初のことである。E32009 にて発表された。コースの難易度も全体的に高めになっているが、前作よりサポート機能が大幅に強化されているので、初めてプレイする人でも問題なくプレイできる。基本的な部分は前作スーパーマリオギャラクシーと共通する部分が多い。今作では前作と比較し、ヨッシーに乗ることができるようになるなど、様々な新要素が追加されている。なお、前作にて評価の高かった BGM のオーケストラ演奏も健在である。BGM には、スーパーマリオワールドなど、過去のマリオシリーズのアレンジ曲も含まれている。またステージには、スーパーマリオ64のバッタンキングの砦などの過去の 3D のマリオシリーズで登場した一部のステージが再現して含まれている。発表当初のロゴは、前作と同じロゴの下に赤色の2が追加されたものであったが、2010年2月25日に、新ロゴが公開され、2がロゴの右側に移動しオレンジ色で強調されたものとなった。日本での発売日は2010年5月27日。プレイ人数は1人だが、前作にもあったアシストプレイが引き継がれており、2人で協力プレイをすることも可能。セーブデータは全部で3個まで保存できる。また、操作方法やゲームの目的などの説明と、開発スタッフによるお手本プレイやスーパープレイなどのプレイ映像を収録されている初めてのスーパーマリオギャラクシー2という DVD が付け属している。DVD の付属は Wii のゲームソフトでは初めてのことである。当初は DVD ではなく本作の Wii ディスクに収録される予定だったが、あえて DVD で再生する方が良いということで DVD に変更したという。Wii チャンネル、みんなの任天堂チャンネル内でのみんなのおすすめでは、全年齢対象の平均評価で評価中最高のプラチナランクを獲得した数少ないソフトである。みんなのおすすめでのランク付けは厳しく、プラチナランクに選ばれたことのあるソフトはこのほか、428封鎖された渋谷で、テイルズ・オブ・グレーセス、斬撃のレジンリーブ、ゼノブレードなど、わずかしかない。また、セロク分が A のソフトとしては、プラチナランクは初であった。現在は、428封鎖された渋谷で、テイルズ・オブ・グレーセス、斬撃のレジンリーブなどと共にゴールドランクとなっている。2015年1月15日より、Wii U の任天堂 e ショップで、ダウンロード版の販売が開始された。これはもう一つの星屑の物語。光り輝く星屑がキノコ王国の大地に降り注ぐ100年に一度の季節。ピーチ姫からお誘いを受けたマリオは迷子の星の子、ベビーチコと一緒にピーチ城へ向かうことに。しかしお城では星の力を手に入れたクッパによってピーチ姫を誘拐されてしまう。マリオは大切な人を守るため、スータの惑星が浮かぶ広大な宇宙を冒険することに。基本的に前作と同様のキャラクターが登場しているが、新たなキャラクターが多数加わっており、逆に前作からカットされたものもいる。ルーバたちが使っていた星船をマリオのために改造したもの。地形全体がマリオの顔を模している。パワースターを動力エネルギーとして使用しており、パワースターが増えることで少しずつ遠くのギャラクシーへ行けるようになる。条件を満たすと仕掛けやキャラクターが増えていく。マリオがさらわれたピーチ姫を救うために訪れる最初の大銀河。マリオはクッパの襲撃にあって星船が破損してしまったというチコの親分、ルーバとの取引によりパワースターを集める冒険へと旅立つ。本作から登場する新たな要素のほとんどが、このワールドに詰まっている。クッパジュニアの死角を倒し、大物、グランドスターを手に入れたマリオが、時空の扉を開いて訪れる二つ目の大銀河。ピーチ姫の元へと一歩近づいていることを信じて、この大銀河にあるパワースターの確保へ向かう。ここからは、いろんなアクションを使う機会が増え、なおかつ使いこなしていく必要がある。新たな力を得たクッパとの戦いで手に入れた、二つ目のグランドスターが導いた場所は、彗星が降り注ぐ三つ目の大銀河だった。惑星ごとにあるギミックが少し難しくなっていき、それに注意を払ったり、時として利用する工夫が必要になってくる。このギャラクシーでパワースターを3枚集めると、ルイージがキノコ王国から駆けつけてくれるほか、スター4枚でいたずら彗星が出現するようになる。3つ目のグランドスターを手に入れ、時空の扉をくぐり抜けた先にある4つ目の大銀河。そこはいつにも増して一風変わった銀河が数多くある世界でもあった。クッパとの2度目の戦いに挑み、4つ目のグランドスターを手に入れたマリオ。時空の扉を抜けた先は何やら物々しい雰囲気が漂う5つ目の大銀河。ルーバによれば敵の本陣に近づいてきたとのことだが、全体的な難易度が上がり、少々のテクニックを要する一筋縄ではいかないステージが数多く登場する。クッパジュニアとの最後の戦いに勝ち、5つ目のグランドスターを手に入れたマリオは6つ目の大銀河へと航路を進める。そこは巨大なブラックホールが渦巻く危険な雰囲気が漂う大銀河。だが、クッパはこの先にいるはず。クッパを止めてピーチ姫を救うために最後の戦いに挑む。エンディングを迎えた後に行くことができる秘密の大銀河。背景は虹色の宇宙空間となっており、後ろには惑星が見える。各ギャラクシーは過去のシリーズ作品から抜擢されたものや彷彿させるものなどのギャラクシーが多く存在している。難易度は最高レベルになっており、いかにして今までのアクションを駆使するかが重要になってくる。マップは S の形を模した一本道になっている。前作、スーパーマリオギャラクシーに登場した敵も多数。登場するが、その中には行動が変更されているものがある。前作では、ほうき星の天文台から各ドームのギャラクシーへ向かっていたのに対し、2D マリオシリーズのようなマップが導入され、星船、マリオを拠点に各ワールドへ向かうようになった。そのため、前作よりもわかりやすく、目的地に到達することができる。マップ中には、スターチェックポイントが設置されており、特定の数以上のスターを集めなければ通ることができない。各ワールドの最後では、クッパやクッパジュニアと直接対決することになる。そして、次元の扉を通じて、次のワールドに進むことができる。前作と同様にアイテムを取ることで変身する。アイスマリオとフライングマリオを除いた前作の変身に、新たに2種類の変身が追加された。いずれの変身も、ヨッシーに乗ると強制的に変身が解除される。どの変身も時間制限があり、同じ色の好みを食べることで時間が回復して、変身が継続する。前作と同様、このパワースターを集めるのが冒険の目的となり、一度、取ると透明のスターになる。前作と同様、後述のグリーンスター。グランドスターを含めると全部で242枚ある。ただし前作でも一度しか登場しなかったレッドスターは今作では廃止。基本的に前作と同様のものも多いが追加、廃止されたものもある。彗星メダルを集めていると飛来することがある。前作のいたずらコメット同様、各ギャラクシー特有の変化が生じる。前作のいたずらコメットとの違い要素一覧前作からのアシストプレイが強化されるなど、プレイヤーをサポートする要素が強化された。宮本茂によると、前作を作った際に、球体や重力を生かした仕掛けのアイディアを使い切れておらず、その他にもスターの配置など、もっと工夫できた部分があった、ということから、今作の企画が始まった。開発当初は、2ではなく、バージョンアップ的な、1.5 という位置づけのつもりで地形なども前作の流用だったが、開発が進むうちに 90% 以上が新しいコースになったため、2として発売することになったという。ファミ通ゲーム白書2013保管データ編、エンターブレイン、2013年。2016年4月3日閲覧。2010年度第71期決算説明会、資料。任天堂株式会社。2021年4月25日閲覧。任天堂 E32009 情報。2010年5月26日閲覧。任天堂社長が聞く、スーパーマリオギャラクシーに宮本茂編 1.1C ゲームを平面のように遊ぶ面白さ。2010年5月18日閲覧。